イカダの耐久これ以上減らされたら困るんすけど。おーし、到着。イエイ。よいしょ。はい、帰ってきました。いろいろ大変だったけど、材料は揃ったね。だな、全部あるか確認するから、一回材料もらうぜ。さあ、集めたイカダの材料と果物をマックに渡した。オーケー。よし、問題なさそうだな。それじゃあ作り始めるとすっか。おー。丸太はしっかりと繋いでおけよ。土台が一番大切だからな。バラバラになったら嫌やもんね。わかった。二人とも頑張るにゃん。なんか果物あんなにいろんな種類あったっけ？二種類ぐらいしか取ってない気がするんやけど。もうちょっとだね。お、あと一息だ。すごいな、本格的だな。おいしそうにゃんねー。あ、まさか、果物を。あ、チバニャン、それは食べちゃダメだよ。食べたらもう一回森に行って取ってきてもらうからな。わかったニャン。まあ、でも果物ぐらいならすぐそこやったけんいいけど。あとは最後に帆を立てて、これで完成だ。すげえな、やば。やったー。ケイタとマックのイカダが完成した。うまく作れたな。ねえねえ、早く乗ろうよ。あ、大冒険の始まりだ。え、これで水の移動もできるようになったってこと？イカダに乗って川下りをしよう。いいね、いいね。準備はできたか？早くイカダ下りに出発しようぜ。どんな冒険が待ってるか、ワクワクするな。いいね、いいね。イカダの出発準備をします。イカダに乗って冒険行く前に、まずはイカダの準備をしないとな。イカダの基本パーツは3種類。ボディ、オール、帆だな。あとは特別なオシャレパーツってのも付けられるようになってるぜ。パーツは自由に付けられるんだ。いろんなパーツを集めようぜ。イカダには3つのパラメーターがあるんだ。耐久は体力みたいなもんだな。コントロールはイカダの漕ぎやすさ。スピードは漕いだ時の速さだ。3つの基本パーツとオシャレパーツで、いろんな能力やスキルのイカダが作れるぜ。イカダの準備が終わったら、いよいよ冒険へレッツゴーだ。あ、そんな、イカダの準備。別にパーツとか今ないやろ？ふんふん。ないよね。オッケーオッケー。じゃあこれで、冒険スタート。何冒険って。イカダに乗って冒険を始めますか。ほい。イカダの漕ぎ方を教えてやるぜ。基本は下画面をスライドだ。スライド？でもちょっとコツが必要でな。左側に進むには右下にスライドするんだ。つまり進みたい方向と逆だな。オールを漕ぐようにスライドしろよ。障害物に当たると耐久が減るぞ。ゼロになると冒険は失敗だからな。そして冒険は何が起きるかわからない。ピンチの時はお前のお供の出番だ。危険な障害物や猛獣に A ボタンでアタック。名付けてお供アタックだ。川途中に上陸できる場所があるかもな。見つけたら探検してみようぜ。イカダで見たこともないようなすげえ場所に着いたら、そこがゴールだ。え、ゴールもちゃんと印ある？お、用意スタート。にゃはーん、なんかワクワクしてきたにゃん。まっすぐ進むにはどうしたらいい？普通にしとけばいいかな。そっか、左右に漕げばいいってことやね。オッケーオッケー。あー、いいね、こういうの。なんか昔、中学校の時かな。の、カヌー。木の実の森コース。なんすかコースって。美味しそうなもの落ちてないかにゃーん。さっきの白旗のところは上がれたんかな、もしかして。あ、やべえ。逆だ、逆だ、逆。ね、逆だってば。あー、いけない。これで次は、こっち側。あ、違う、逆だった。行く方向と逆っていうのをどうしても、わかんなくなるんだけど。やべえぞ。あの白い旗が立っとる場所には、あ、やべえ、アタック、ウィスパーのアタック。この白い旗が立っとる場所には行けるんじゃない？ほらほらほら、ここここここ。
雨が降ると川の流れも速くなります。ご注意を。あ、バックはできないな。じゃあ先へ進もう。川の流れ速くなってくれた方が私的には嬉しいんだけど。うい。天気が良くなりましたね。気分を変えていきますよ。やべえ、私乗りこなせてなさすぎるんだけど。いやー、障害物もぶつかりまくるしさ。あ、ダメだ、こっち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 。行き詰まる。よし。とりあえず詰まることはないのか。ほら、もうすべてにぶつかりよる気がするよ、私。あ、あっこに。オトマアタック。おっしゃー、決まった。オトマアタック。よし。ウィスパーのビンタが決まるよ。さあ、来い。おー、ダメだった。あ、よかったんか、今の。オッケー、オッケー。ん、あれ何？ゴール？雨が降ると川の流れも速くなります。ご注意を。何今の？なんかわからんけど。ゴール。スピードアップやったんかな？楽しかったな。ドキドキしたけど、すっごく楽しかった。腹も減ったし、飯にするか。俺っちも食べたいにゃん。みんなで食おうぜ。で、あれ？私の分はどこですか？いただきまーす。聞いてます？酸っぱいにゃん。ウィスパー、これあげる。っていらんわ。怖いよ、ウィスパー。でもやっぱ冒険にはこういう食べ物じゃないとな。確かに、雰囲気は出るよね。ケイタも分かってきたな。冒険っぽいにゃん。なんか美味しくなってきたにゃん。あれ、やっぱりちょっと分けてくれません？ちょっと仲間外れ感が。ウィスパー、今さっきいらないって言ったにゃん。それは何と言いますか。よし、食べ終わったし戻るか。だね。かわいい。秘密基地に戻ろう。マジで戻るのこれから。え、なに、ここはもう何もないのか。戻れと。そろそろ秘密基地に戻ろうかな。あ、なるほどね。シュンって戻ってくれるわけや。また今来た道を戻るんかと思ったよ。あー、楽しかった。もっといろんなところに冒険しに行きてえな。いいね。けどどうせ冒険するんだったら、なんか目的が欲しいよな。宝探しとか、幻の動物を見つけるとか。あ、そこであの宝の地図が活躍するわけか。いい感じのミステリースポットとかこの辺にねえかな。ま、いい情報が見つかったら教えてくれよな。はっ、ミステリーの情報って言ったらやっぱり。なになに？お、ストーリーリンク発動。おやおや、新しいヌーが追加されました。これは、お、今回は遺跡に眠る大パーツの特集でウィス。大パーツ？古代の文明では考えられない技術で作られた不思議なもの、つまりお宝ってことでウィス。でもこの町に遺跡なんてなさそうだし、今回の記事は関係ないかな。いえ、待ってください。この町のことも記事になってますよ。本当？この記事によると、この町で遺跡を発見したという人がいまして、セントピーナッツバーグの川のどこかに小さな島があり、そこにある遺跡で大パーツを発見したそうです。川のどこかって、あの川、いっぱい枝分かれしてるにゃん。どこのことにゃん？確かに。それが、詳しい場所は書いてないのでウィス。とりあえず、マックに話しに行こうよ。え、その場におるんやない。古代遺跡の大パーツ発生。クエストメニューを確認しよう。このクエストをこのままナビしますか？ほい。マックに遺跡の話を伝えに行こう。お、今の聞いてたでしょ。マック、冒険しに行こう。お、いい情報が見つかったのか？冒険っていうからにはでっかいものを追いかけないと。川のどこかに遺跡があって、大パーツってお宝が眠ってるんだって。遺跡に、大パーツ？お宝？面白そうじゃねえか。イカダでの冒険にぴったりだな。早速冒険に出発しようぜ。そうこなくっちゃ。ということで、イカダに乗って孤島の遺跡に向かおう。え、それは、目的地はわかるのか？イカダの出発準備をします。
さあ、冒険スタート。イカダに乗って冒険を始めます。で、目的地はお分かりなの？なんかワクワクしてきたにゃん。とりあえずさ、とりあえずあの1個目の白旗のところに行ってみようや。あ、ごめんごめん、アタック関係なかったわ今。ちょっと押してしまったね。とりあえずあの1個目の旗のところに向かって、どうやって降りるの？ノクノームの森コース。ワニとか出てこねえかな。ワクワクしてきたぜ。さっき十分出てきたよ。ほらほら、ここ行こう、ここ A ボタンで降りる。なるほど、お宝探しと行こうじゃねえか。耳しっぽリバー支流。耳しっぽリバー、こんだけしかないやん、行けるとこ。マジでこんだけ？しょぼしょぼ。じゃあとりあえず先に進もう。一休みしましたし、張り切っていきましょう。じゃあこの次また旗のある場所があったら、あ、ここだよ。あ、待って待って待って、これはこれはまた旗のある場所があったら降りよう。おお、やっぱよーし、ウィスパー出番だ。アタックアタック。川の流れが速くなるかもしれない。ちょっと待って、その前にここに降りたい。うわ、降りたいんだって。速くなるなよ流れ。なになに、アタックアタックアタック。よし、やっと天気が良くなったにゃん。なんか今赤い旗が見えた。あ、こう目的地もしや。ぽいねぽいね。ウィスパー強えわ。いけい。ほら、ここじゃない？赤旗がある場所。目的地じゃないかな。降りる。お、雲外鏡いるんですけど。ちょっくら一休みでウィス。雲外鏡。私の鏡の中に入れば空間をワープできます。冒険をやめて秘密基地まで戻ります？いや、いいよ。さようでございますか。なるほど、ここに来れば雲外鏡がいて、秘密基地に戻れるわけやね。ゴーゴー、冒険再開だ。ガンガン進もうぜ。何あいつ、なんか妖怪だよね、あれ確実に。よーし、進め進め。え、とりあえずさ、ここ行ってみよう。イカダがガタガタ言ってる、なんてことだ。なんかあるよ。ちょ待って、宝の地図。謎めく古代遺跡の島を手に入れた。なんか宝の地図続々と集まってくるんだけど。もうちょっとやす、マジでちょっと待ってよ。進もうよ。とりあえず行こう。おーし、ウィース。とりあえずさ、あれなんだよね、物にぶつかりすぎててさ、耐久度が超下がってきたんだよね。川の流れ速くなってきた。あ、あそこあそこあそこに行きたい。行けるか。降りる。よし、流されないでね。なんかいいもの、これは。ハイチーズピザを手に入れた。ハイチーズピザってどんな名前だよ。一休みしましたし、張り切っていきましょう。やっと天気が良くなったにゃん。これはまたあのゴール地点まで行けばいいんかな。こいつこいつこいつは何？カッパじゃん。え、あいつあの時捕まえたカッパとなんか関係あるんじゃない？ない？あー、これはこっち側でいいか。あー、ぶつかる。ぶつかりまくる。ここはここ。なんかおるよ。よいしょ。ちょっくら一休みでミス。運が行きはわかるんやけど、こいつは何？よう、ほら、木こりのもさくってんだ。おめえらの味方傷ついてねえか？探り探りだけど、おらが修理してやっか？自信はあっけど、失敗したらごめんな。おお、修理して修理して。よし、ほんじゃやってみっか。お願いします。こんな感じだべかな？ここちょっと工夫させてみっかな。あ、こらいけね。なになになに？傷つけた？ごめんな、失敗しちまっただよ。許してくれな。
イカダの耐久これ以上減らされたら困るんすけど。マジで言ってます？こいつはあれだよね、秘密基地だよね。ほら、秘密基地。え、もう一回やったら治るとかじゃない？違う？ちょ。どこが悪かったんだべかな？いろいろ探ってみねえとな。直せや、おい。マジか。え、もうさっき、ほら。もうちょっと休みたかった。ごめんね。出発するよ。やべえな。模索に頼んだがためにこんなことに。こいこい、へい。ん？今なんか白旗があった気がしたけど。でも止まれなかった、流れが早いから。ゴール地点はまだあっちくの。とりあえずそこの白旗目指そう。あれやね。なんかああ、白旗のとこ行けなかった。マジか。赤旗のところには妖怪がおるってことかな。ね、雲外鏡なり、まあ、模索なり。危なかった、今。おっしゃ、いい感じやぞ。もう耐久が危ない。つけるか？もうそこゴールや。頑張れ。おっしゃ、ゴール。いや、ゴールはいいんやけどさ、目的地は？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。